おはようございます。おはようございます。ついに来ましたね、この時が。はい。毎度おなじみの、おなじみの朝一密着。はい。行きましょう。行きますか。ぶっ倒れてるかどうか、わかんないですけど。いや、心配ですね。なんか、だいぶ体も大きくなってましたからね。はい、あ、でも、インターホン上げてくれたから、生きてやるか。確かに。行きましょう。行きましょう。はい。おー、大丈夫ですか。あれ、いない。おはようございます。あ、いた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 。はい、すみません。おはようございます。おはようございます。余裕だな。花に水やり。自分は水抜き。水カラカラだからさ、はい、花とか植物にたくさん水をあげちゃうみたいな。そういうもんな。そう、元気になるでしょ。俺はもう枯れ木ですから。どうですか、調子は。調子よし。おー、よかったよかった。今回はね、朝水抜きしました。え、昨日の夜ちょっとだけ落として、うんうんうん、で本格的には今日朝6時ぐらいに起きて、うん、早朝水抜きをしました。あ、落ちなかったとかじゃなくて普通に分けたってこと。うん、なんかね、その脱水の状態が長いと良くないみたいで。あ、だから朝やった方がいいっていうのを、まあ、リフト君とかからアドバイスいただきまして。あ、変えたんですね。そう、調子、うん、調子、変えてみた方が。なるほどなるほど。バッチリね。なんか元気良さそうだね。ろれつは回らないけど。まあまあ、ね、頬がすごいですもん。確かに。いつもじゃない？うん、え、なんかいつもより、いつもよりこけてる、こけてる気がする。そう、落としたてほやほやだからじゃないかもしれないですね。前の時より元気そうだね、なんか。まあまあ元気よ、全然、いい感じですね。リカバリーとまで撮るという感じ。いつもの密着ですか。はい、やっていきましょうか。はい、行きましょう。11時から計量なんですよね。もうすぐじゃん。もうすぐですね。ゴーンと。もうちょっとしたら伺いますか。はい、いいの、測んなくて大丈夫。やってきますか、恒例の。やってきましょう。念のため。念のためね。うお、今日は佐々木さんも一緒で。はい、昨日からちょっとね、カリカリ一緒ですね。ランニングも一緒にしてたんで。ああ、してましたね。なんかこの服可愛くない？ね、いいね、それ、ね、昨日のさ、あの、なんだっけ、あの直前インタビューみたいな見た？あ、見た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 。俺の服装どうだった？先生だった。僕の先生。おぼっちゃまスタイル。多分ね、気づいてる人も多いと思うんですけどね、うん、いかに俺は弱く見せるかっていうね、あのやつ、自分でね、楽しんでる。何やってたんですか？違うけど。おぼっちゃまスタイルね。ついに自分で言い始めた。どうでしょう。誰か蹴ったな。俺が先にぶつかった。みんな蹴るんよ。どうですか。お、ぴったり。おお、来ましたね、ここ。こっちはだいぶある。あ、今日はこれで行くんですね。今日じゃないか、明日か。入場用の。まだ在庫あるんですか。あ、どうなんだろう、ないんじゃないかな、ほとんど。ギリあるんじゃない。ちょっとあるかもね。さあ、じゃあ準備して、行きますか。はい、行きましょう。喉カラカラだね。喉カラカラっすか。もうすぐっすよ、でも。水が欲しい。いつも言ってるけどさ、はい、どんな高い食べ物よりも水が欲しい。確かに、ね、毎回言ってるっすもんね。超高級なステーキと、はい、水が置いてあったら、はい、速攻水を取る。不思議なもんだよね。確かに原料末期になると食べ物がいらなくなるからね。水分の欲しい。もう2日前ぐらいから別に食べ物があんま欲しくないもん。今日は何食べるの。今日はうどんと昼の、はいはいはい、夜うなぎでいきましょう。おー、もうね、管理栄養士さんにね、すべて食べるものをね、はい、あの用意してもらったんで、暴走はできませんよ。チョコレートケーキは禁止と言われました。確かに、はい、去年とかすごかったですね。禁止するものすべてね、もう、はいはい、あの整ってますんで。うわ、安心ですね。いやー、まあ、減量の仕方もだけどさ、はい、このリカバリーの仕方ももう本当に
成長してってるどんどん。確かに今まで何をやってたんだって。去年やばかったっすよだって。いやその状態で俺チャンピオンになってますからね。確かにむちゃくちゃで、その前日だってうなぎまず食べて、でケーキなんか3個ぐらい食べて、で夜しゃぶしゃぶ食べてみたいな。むちゃくちゃでしたね。ちなみに前回のサムゲタンも良くなかったみたいでしたね。あ、良くないんですかサムゲタン。あんまり鶏肉はあんま消化良くないらしいから、確かに、まあ、悪くはないけど、あんまり理想的ではないみたいですね。まあまだ伸びしろがあったと思います。いやでもリカバリー楽しいね。あと昨日さ俺夜水抜きしてないから、ぐっすり寝れたんだよね。あ、よかったっすね、それは。軽量前日に初めてぐっすり寝れたから。へえ。元気なんだよね。よかったっすね、なんか。うん、不思議な感じですね。あれ、ここ新しい発見っす。もうちょっとまっすぐ。いや、それにしても今回3万人らしいですよ、お客さん。いや、すごいですよね、3万人って。2年ぶりです。すごくない？すごいですよ。あんまり次ね。いやテンション上がりますね。楽しみでしょうがないですもん。いやちょっとこれはね、お客さんたくさんいるから俺の病気が発動して盛り上げようとしちゃうかもしれないんで発動しないでくださいそこは、はい、そこはねちょっと冷静にいきたいなと。冷静に、はい、っていうか久しぶりじゃない2試合目とか。俺さ最初にデビューしたライジンデビュー戦が3試合目だったね。あ、そうなんですね。でその後から結構後ろの方だったから、はいはいはい、超久しぶりじゃない、その最初っていうのは。だからちょっとあれだね、ウォーミングアップとかさ、アップも調整がいつもとは違うから、はい、確かにその辺、しっかり気をつけないといけない。早いですもんね。いつもだいたいさ、もう、はい、試合の中盤ぐらいからさ、はい、アップ始めるから。はいはい、確かに今回は、着いた瞬間始めないと。これはもうペーパービューとかじゃないと2試合目は見れないですからね。今年こそは本当に笑って年を越したいですね。お願いしますよ。これ左3度目の正直で。なんかさ大晦日負けるジンクスみたいなの結構言ってる人多いんだけど、はい、これ全然気にしなくて、はい、なんかさ大晦日に一番俺調整してるんだよ、ね、確かに一番きついチャレンジをしてて、はい、調整ってやっぱ難しいことをやってるから、はい、時には失敗する時もあるんだよね、はい、それはさ3年前のムンジェフン戦からそうなんだよね。ムンジェフン戦も大晦日だったんだけど、まあ、試合勝ったんだけどさ、はい、1回負けてる相手に対してさ、はい、しかも1階級初めて上で戦うことになってさ、はい、そういう絶対負けられない状況で戦ったわけ。まあその時はしっかり勝ったんだけどさ、そっから始まって次はマネルケアでしょ、はい、でマネルケアもねやっぱ思い返してやっぱ強かったし、強かったっすね。影響ないの森口選手っていうね、はい、森口さんがだから硬くなってるからそういうのも全然なくて、はい、本当に強い対戦相手が上がってきたっていうね。まあそういう挑戦をしてるから、まあ、負ける時もあると思う、はいはい、だけど本当に今回この1年間、はい、勝つ確率をしっかり上げてきましたので、はい、うん、かなり自信があるのでしっかり期待して出るところですね、はい、ということでね、着きましたんで。着きましたね。まずは軽量クリアしていきます。はい、はい、お願いします。ほかクリアしました。顔細くね、マジで。え、顔細くねイケメンになったいや、もうちょっとあった方がいいぞ。心配になるぐらいもう、うん、出てる。回復CM 行きますね。勝ち優勝です。明日優勝しますここからうどんでしたっけ。うどんです。どこのうどん。麻布。麻布行きますか。行きましょう。とりあえずまずあれだ、うん、家に帰って、うん、ゼリーとかおかゆとかは食べないといけないの。ああ、言われてるやつは手順に沿っていかないといきなりうどん食べたら怒られちゃうとりあえず買いますか。はい、そうです、はい、
おかえり。顔は治りました？いや、あんま治ってない、ね。治ってないね。休みますまだ。いつもの一緒ぐらいじゃない？逆三角形ですもん。うん。やばいよ。骸骨ってこんな感じなんだなって。誰が骸骨？今日は卵？いつも卵じゃないですか？いつも梅とかが多いかもしれない。卵と梅とかか。卵がいいらしいです。あ、それも指定通りなんだ。指定通りです。梅ダメでした。塩分取りすぎは良くないらしいですね。なんかさ、あの塩抜き2日間やるんだけどさ、塩抜きを2日やるからさ、塩分をたくさん取らないといけないと思って、俺いつもそのリカバリーの時塩振りまくってこうやってバーってやったじゃん。ね、味噌汁とかにも塩入れてたよ。入れまくってたじゃん。あれダメなんだって。あれさダメですよ。たくさん取っちゃう。あれのせいでさ、俺次の日結構むくんだりしてるわけ。あれとかも良くなかったみたいですね。あのしっかり OS1 とかで、あのしっかり吸収されるからそんなに無理に取らなくていいっていう、いうことでした。今になって知るという。いただきます。ダメなことしまくってたんですね。じゃあそうだよ。そうだよ。めっちゃ軽いのに。うまいね。ちょっとずつ。今朝もおかゆ食べたんですけど。食べたの？あ、そうなんですか。水抜き前に、うん、ちょっと食べた方がおかゆとかを、うん、逆になんか落ちやすくなるみたいで。そうだから朝からおかゆの作り方でさ、ググって、こうやって20分ぐらいコトコトかんで。ああ。あ、これ自分で作ったんだ。あ、その朝はね、これは違う、これ買ったやつなんだけど、うん、朝はあの味なしのね、その米だけやつでやってましたけど、うん、うどん楽しみだな。うどんとうなぎ全然さ、もうなんか年末だから店全然予約できなくてさ、うなぎとか俺5件ぐらい電話したんだけど、どこも予約できなくて、もう無理だと思って斉藤君に頼むって言ったら速攻予約できました。天才だなと思って。斉藤くんすごいよね。店の予約とか得意だから。確かに。どっから見つけてくるのがいつもいつもね、すぐパッと予約してくれるよね。やりますよ、斉藤くん。悩んだ。いろいろかけてくれた。どこがいいかなと思って。いや、なんかしょっぱい系のところはダメだろうなと思って、うん、なんか出汁が効いてるみたいな。そんなんある。そういう条件も見て見つけてくれた。余裕だね。彼の5件何だったんだよ。分かんないです。もう諦めたよ。今日までで終了なんですみたいな。あ、そうか、そもそもやってないんか。そう、やってないんだよね、結構。はい、ここでですね、今回履くパンツをちょっと紹介させてください。お、じゃじゃーん。今回もやっぱ赤ですね。おお、かっこいい。俺と言ったら赤でしょ。あー、金じゃなかったか。そう、赤でこのパンツでチャンピオンになりますからね。おお、はい、じゃあちょっと今回、サポートしていただくスポンサーさんを紹介させていただいてもよろしいですか？お、願いします。まずはこちらですね、喧嘩堂さんですよ。はい、喧嘩堂さん今タクシーでも流れてますね。流れてますね、今ね。流れてます。やっぱ年末近いからってことでね、流してもらってますけど、しかもあれだね、兄貴の場合さ、飲むシリカも流れてて2個連続で来たりするから、ね、おーね、そう、かっこいいね。その試合映像とかもね、入った喧嘩堂のその CM がね、タクシーで流れてますね。皆さんぜひね、チェックしてほしいですけど。で、次。これは DMM パッチタウンさん。これはあれですね、斎藤くんが詳しいんじゃないですか？よく斎藤くんお世話になってるでしょ。はい、あの、パチンコの情報とかね、わかる。アプリののかな？そうです、アプリですね。うん。ですね。はい。で、あと、アルファクラブさんですね。こちら、冠婚葬祭の、ですね、もう結婚式とかで、まあ、大森くんも使うのかな？あ、なるほど、確かに確かに。俺も結婚するときはぜひね、お願いしたいですね。はい、ですね。で、こちら白石土建さんですね。はい、土建屋さんですね。はい、あとは鬼丸ハウスさん。はい、あの兄貴がめちゃめちゃお世話になってて、ニックルハウスとか作ってますけど、うん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 、カイハウスもぜひねお願いしたいですね。はい、そして後ろですね、はい、おなじみ、ヨネモータースさんですね。はいはいはい。ヨネさんのところでまた車買わせていただきましたけど、もう一台ぐらい欲しいですね。ええー。二台持ちですか？フェラーリ行っときますか？お、分かったら。ランボルギーニにしますか？ね、行ってきますかね。こちら、リアル
エステートさんですね。はいはいはい。こちらは不動産の会社ですね。不動産。リースバック、なんか斬新ななんかシステムがね、あれっぽい。はい。でこちらビヨンドさんはいつも僕が管理栄養士さんをつけてるんですけど、はい、そこで管理、食事の管理をしてもらっているところで、まあ、基本的にはパーソナルジムをやられてる会社さんですね。はい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 、こちらインプルーブさんですね、はいはい、こちらは人材派遣の会社ですね。かわいいところ、かわいいですね。ちょっと最後ベラジョンさんですね、はいはいはい、こちらはオンラインネットゲームですね、はい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 、ということでたくさんの患者さんが協力をしてくれました、はい、これを背負って明日暴れたいと思います。いつもありがとうございます。はい、じゃあうどんでも食べに行きますか。行きましょう行きましょう行きましょう。来ましたよ。うわー、うまそう。シンプルイズベスト。きつねうどんです。ネギなし、ネギ抜き。油揚げは言っていいらしいよ。油揚げは許可が出てるんですか。出れます。大丈夫らしいです。これ火傷するんよ。火傷するんよ、勢いでいくと。いやす、噛み締めてますね。久しぶりに味のあるもん食ってる感じだね。ありがとうございます。何の感謝。全ての食材に多分地球に感謝。地球に感謝。トリコや。うん、どう、ちょっと細い、優しい味。おめちゃめちゃよかった。今の俺だからそう感じるかな。いや優しいですよ、優しい。黙々と食べてる人です。貝が食べたかったやつをね。お弁当はおやつも梅とろろとろこぶうどん、これが食べたいんです、うん、でもダメらしいです。これがめっちゃうまい。普段だったら絶対俺と頼んでる。見て、しかも斉藤くんのこの量。この量すごいですか、そんなに。牛丼とうどんね。食いすぎよ。食い意地がすごい。でも牛丼ちっちゃい。牛丼ちっちゃい。食い意地が。斉藤健太。大丈夫か、そんなんで来年表紙飾られるのか。大丈夫です。今増量期でしょ。今は維持期ですよ。維持期とかあるんですか。はい。斉藤くんマジでアスリートみたいになってるんだ。なんかさ、斉藤くんの一日ルーティンみたいなの最近撮ってたのをさ、俺見たらチェックしたらさ、そのトレーニングに行く前に、なんかそのトレーニングの部位のなんか整体に行ってんだよ。そんなプロでもやらんすぞ。どんだけ一流よとか。いや、それぐらい体が硬いんですよ。すごいよ。トレーニングのためのストレッチに行きますとか言い出してさ、どこのもうトッププロのアスリートだよ。すごい意識高いなと思ったら全然懸垂できてない。支えてもらってる。大丈夫かと思って。結構いろいろあったんですよ。いろいろあって、はい、強くなってるか。多分最近その一緒に格闘技とかねやってないからさ、分からんわけよ。そうだから前なんかさ俺ドッキリかけられてたじゃん、うんうん、実は斉藤君がめちゃめちゃ強くなってるドッキリで、うんうん、そうだからね、分かんない、どんぐらいなの。今度本当に一緒にトレーニングしたいね、終わったら。うん、ね。食うの集中する。実際のとこどうなの、まだ俺にはかなわない。種目によるんじゃないですか。種目に勝てるやつある、はい、ないなら絶対勝てる。スクワットだったら勝てるか。スクワット勝てる、え、何キロ上げられるの、スクワット。120とかいけるんじゃないですか。え、フルスクワットで、はい。でも俺もいけるっす、それ。わかんない、その長かったか。でも結構、その…え、120上がるんだ。はい。すごいね。まあ、血管縮んじゃうかもしれないですけど、また。本当かな、ちょっと。ちょっと待って、わからんぞ、もう。これ嘘が間違いない。保険かけるみたいな。120上がったらすごいです。すごいです。でも、本当に1回だけかもしれない。いや、3月とか、
いける？上がると思います。一発だったらどんぐらいだろう、わかんない。ちょっと一緒にやりましょうか。それは今度ね、印象で取れたらいいです。真剣に今度は。真剣に一緒にやらせますね、じゃあ。じゃあ、いただいちゃいます。へい、見てこれ。買ってしまったんですよ、減量中に。かっこよ。見る。これ、見ると、電動見ると、うん、ドリップするやつを、ね、かっこよくないこれ。いいね、紙じゃなくてこの。これステンレスね。ね、いいよね。これでも粗いんだよね、少し。あ、ちょっとこぼれてきちゃう。うん、若干ね。でもやっぱ見た目重視ということも。うん、かっこいいね。買ったんよ。やっぱさ、インスタとかにも書いたけどさ、減量中ってさ、コーヒーの時間が一番幸せね。コーヒーって太らないじゃん。はいはい。カロリーないから。この時間は最高なんですよね。自分で引き始めちゃったんで、そう、どうせなら家でも美味しいコーヒー飲みたいなと引いちゃいましょうと、そう、優雅になんだっけ、こういうのなんて言ったっけ、あのこういうのさ、入れる人、コーヒー入れる人のなんかあるじゃん、コーヒー、コーヒー、違う違う、なんだっけな、なんだ、忘れちゃった、バリスタ、バリスタ、バリスタだ、バリスタ朝倉、あー幸せですね、いい匂いするね、めっちゃいい匂いする、コーヒー飲めないけどその匂い好きなんだよ、いいよね、このさ、ちょっと粗挽きなんですね、そう、このね、サイズも調整できるよ、これなんか案件みたいになってる、そうそう確かに違いますよ、趣味、いやね、これね、最初ね、虫が大事らしいんですよね、こういうね、これ30秒ぐらいで待つんですよ、焦っちゃダメなんですよね、試合でしょ、ね、そう、試合でしょ、ね、ちょっと敏感な待つんですよ、そう待つ少しずつね、これ佐々木さんの分も入れますから、ありがとうございます、すごい、あ、めっちゃいい匂いする、もう香りもやばい、いいいいですね、コーヒー屋さんの香り、かっこいいですね、でしょ、コロンビアですよ、この豆は、豆まではまだこだわってないから、ちょっとこれからいろんなちょっと豆をね探しに行こうかと思って、おー、あるよね、コーヒーショップって結構ちょいちょい、赤坂にもあってさ、入ったらなんかよくわかんないですよ、雰囲気、あ、あの道沿いのとこ、そうそうそう、ああ、あるよね、ちょっとわからんすぎて、あの入っただけでやめちゃったんですよ、おじけついて帰ってきた、めっちゃいいんですよ、この後はデザートタイムですよ、デザートタイム、ああ、和菓子ね、どうなさるでしょ、君たちは、そう、美味しそうな買ったね、これクソでかいですよ、でかいやつ、佐々木さん、これ俺やばいっしょ、これ匂いが店の外に出てたから、うん、ね、そうそうそう、あふれてるスーパーにあるパン屋さんみたいな、そうそう、 あれ反則だよね、絶対行っちゃうもん、うん、わざと多分匂い出してるからね、絶対ね、換気しまくってると思う、うん、でもドーナツ屋さんとかってやっぱ出ちゃうんじゃないですか、そんなことないですか、うん、わざとじゃなくて、でパン屋さんとかもだって通ったらパンの匂いはするじゃないですか、うん、それ言ってたさっき、うん、繰り返して東京リベンジャーズタイムリープして一人だけ一人東京リベンジャーズ、どら焼きを買ってきました、麻布十番で、美味しそうだぞこれ、ね、賞味期限激近のね、多分無添加とかなんでしょうね、きっとすごいよね、光ってるもん、分かる、なんか光が、おお。生地が1人10個までしか買えない、10個だったっけ、買いすぎじゃない何個までだっけ、なんかあったね、8個個数制限あったね、うん、対応がやめてくださいねみたいな、うん、あるでしょ、うわ、生地がある、すごい、おお、めっちゃ黄色、これはドラえもんが喜ぶやつだ、感じうますぎ、うまい、甘
甘すぎずって感じで、うーん、おー、上品な感じね、上品な感じ、マジで。そしてコーヒーね、自分で引いた、最高ですわ。いちいちなんかこのいいグラスは何なのこのグラスめっちゃかっこいいですね、高級そうなこじらしてるやつみたいなやっぱ気分、減量期とかさ、追い込み時期はなんか発散したいんですよね。あ、これも買ったの、減量期に。そうそう食器買い始めるのはやばい発作が、発作が起きるんです、うんうん、どうですか、佐々木さん、うん、うまい。佐々木さん、さっきから食い残ってるじゃないですか、めっちゃ食ってますね。あの佐々木さん、さっきから俺が食べたいものを食べたいけど俺が食べてんだよ、食べられないものをさ、あの食べるのやめてもらって、ちなみに佐々木さん、僕より食べてますからね、もう、うん、これ生地がうまいね、生地分厚いしかも、気使わないスタイルです、ふわふわしてて美味しいですよ美味しそうな顔してるもん、本当に顔に出てるもん試合前に一戦勝やねん沈めとかあんだ、うん、回アップで KO してるから控え室でめっちゃ食ってたかもしれないセコンドいないぞ怪我で自体控え室で伸びてるかもしれないいやでも今回元気だな、マジで元気っすね、本当に、うん、寝れたのがでかかったのかな、それもある、うん、それもあるし、なんか今までにないぐらい本当にいろんな細かいところまで準備してるから、うん、なんだろう、不安要素がまるでないというか、あ、試すのが楽しみ的な、そうそうそう、なんか不安とかよりもなんか楽しみが勝ってる、へえ、うん、ワクワクですよ、うん、いやこれは期待できますね、じゃあ、うん、できます、このあと公開警備ですね、うん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 、なんであれ時間結構やばくない、時間今1時48分なんでまだ大丈夫です、ルールミーティングが最初に、そうです、ルールミーティングやって公開ゲル、そうですね、じゃあサクッと食べて向かいますか、はい、はい、公開ゲルから直接うなぎ屋さんに来ましたね、これ公開ゲル久しぶりになんか良かったね、良かったです、なんかヒリヒリしました、うん、なんかお客さん、ファンの方とかも入ってて、あ、うん、久しぶりの感覚だった、はい、良かったですね、はい、じゃあ今日はね、俺ひつまぶしにしました、気分的に、うわうまそうじゃない、美味しそう、なんで今日はこれを食べて明日に備えたいと思います、今日早く寝るんですか、今日はね、まあ、10時ぐらいに寝たいかな、分かんないですけど、うん、あとちょっと時間7時ぐらいまでにはもう食べ終えてくださいって言われたんで、あ、そうなの、帰ってからまあちょっと和菓子とか食べたりすると思うんですけど、ほどほどにしてね、はい、明日は暴れますか、お願いしますハモったね、はい、いやでも綺麗、楽しみですね、本当楽しみです、うん、本当に明日2試合気合い入れて、もう体がぶち壊れても何が何でも優勝したいと思います、皆さん、あの会場多分チケットは、ね、もうないんで、もしね、フジテレビとかでね、見れると思うんで、そちらで絶対見てください。じゃあ、頑張ります。応援よろしくお願いします。